様、こんにちは。こんにちは。今回は日曜日に京都競馬場で行われます第37回東海ステークスを展望していきたいと思います。担当は立東半路調教を担当しております青木と、はい、取材の方を担当しております天部です。はい、よろしくお願いいたします。天部さん、これ、ね、2人バージョン、はい、初めてなんでね、ちょっとこう慣れてないんで、新鮮な気持ちですけれども、お手柔らかにお願いします。はい、まず、ね、あの最近この、ね、好きな馬券の種類というのをね、そうね、大体まあ馬連、うん、ほとんど馬連中心 で、うん、あとはあのちょっと美味しいかなと思ったらワイド、うん、あ、そうですね、と1年で本当に数回ですけど、うん、3連単単行きますか。はい、わかりました。で、まあね、今回これ、ね、東海ステークスなんですけれど、まあ、今年はこれ京都でね行われているので、うん、ちょっとね、趣が ね、 ね、違うんですけど、ちょうどね、あの平成2010年ぐらいから3年間だけね、うん、京都でやったことはあるような、ね、はいはい、覚えがあるんですけど、ほんと久しぶりで ね、 そうですね。まあでもかえって京都で やる方が慣れてるんでね、うん、予想がちょっとしやすかったですね。しやすいかもしれませんね、はい、確かにね。はい、わかりました。では早速ね、印聞いていきたいんですけれども、はい、まずね、天部さんの本命を教えてください。はい、本命はインティですね。はい、対抗はスマハマ、うん、そして黒三角は、ベンジェンス、はい、そして二重三角キングズガード、はい、あー、そして、白三角1番手がエアールマス、うん、2番手がアングライベント、はい、以上です。じゃあさっき、じゃあ僕のね、印もさっき見ておきましょうかね、はい、僕ちょっとね、趣違うんですけれども、はい、本命がね、モズアトラクションですね、うん、で対抗がベンジェンス、黒三角がキングズガード、二重三角がエアアルマス、あとね、三角でアングライフェン、ヒステリーメーカーと行きました、うん、ということで、まあ、天部さんインティー行きました。そうね、まああの、うん、あの自分の担当厩舎の馬がね、そうね、まあ、正直ね、今回も出走してないのでね、まあネタとしてあんまり面白くないんですけれどもね、まあまあ、ね、はい、まあ、あのインティの実力というのはやはりもう今まで戦ってきたメンバーを考えても、うん、まあ、今回のメンバーの中ではもうちょっと一枚抜けてる存在かなと。まあ、もちろんね、脆さはね、うん、脆さはあるけれども、やはりあの武豊が騎乗してきてるということで、うん、まあ、外枠であってもうまく折り合って、はい、まあ、腹を切るか2番手か、うん、まあ、いずれにしてもインティの軸は、まあ、今回は、うん、揺るぎないんじゃないかなとは思いますね、はいはい、これが逆に僕ちょっとね、新勝に打たなかったんですけれどもね、やっぱり展開がね、うん、ちょっとね早くなるんじゃないかなと見たんですよね、うん、あの去年の秋ね、これ同じ条件で都ステークスというのがあったんですけれども、うん、まあこれでもね、超ハイペースになりましてね、このインティを持ってしてもね、ちょっと15着と大敗を喫してしまったんですよね、うん、ただまああの時に比べるとね、今回筋量1キロ軽いですし、またね、この強力な、ね、動画のリアンベリテというのはね、今回ここには出ていないんですよね。あ、まあ、それ考えたらね、そこまで超ハイペースというのはね、ないかもしれないんですけれども、やっぱりちょっとね、ベストで参るかなという感じも受けるんですよね、うん、次ね、フェブラリーでは本当にね、思い知る仕事をどうかなと思ってるんですけども、今回はちょっとね、一息入った点もありまして、動きもね、チャンピオンズカップの時の方がね、ちょっと良かった印象もあったんですよね、本当に怖いとは思うんですけども、ね、うん、ちょっとあえて今回は私は無印にしてみました、まあ、今回の青ちゃんの狙いとしてはもう差し差しで決着がつくと、そういうところを中心に組み立てたんですよね、うん、はい、まあ、僕もね、ちょっとその辺はね、インティさっき言いましたようにちょっとこう脆い面もあるんで、全幅の信頼まではあれなんだけど、うん、今京都のダートの馬場状態が、うん、まあ大体もう概ねやや重と乾ききらないですね、乾ききらない、はい、まあ中間ちょっと今回雨もね、うん、あるんで、ましたもんね、ですからの、うん、少々のペースで飛ばしても先行勢残るんじゃないかなとね、うん、青ちゃんとはちょっと両極端な、もうそういう見方もあると思いますね、見方になって、はい、まあどっちかが当たるでしょうね、ね、そうあってほしいですけれどもね。で、対抗はどれでした？あ、対抗はスマハマです。やっぱり前行って、ね、うん、それとね、あのこのレースの傾向を見ると、うん、5歳馬がね、非常に成績がいいので、はいはい、もう真っ先にこのスマハマと、うん、そしてエアールマスと、この2頭にね、はい、着眼したんですけど、うん、まあ、エアールマスの場合は前走で大敗してると、ね、で前走で大敗してるまでの巻き返しがほとんどないレースなんで、ね、
それならやはりスマハマかなと、うん、まあ、重症が違わない点はやはりあのインティよりも大きく見劣るんで、うん、あくまでも対抗ということです ね、 ですね、はい、まあ、こちらの打ち目の、ね、枠に入りましたけど、枠がいいね、どうでしょう、別に2番手でもいいから大丈夫でしょう、インティは行くようになれば、はい、そう大丈夫でしょう、うん、ですからこれを逆にこの枠はね、有利に働く可能性はありますね、うん、はい、はい、まあ、私はね、こちらもノーマークなんですけど、やっぱりね、差し馬中心に組み立てたんでね、ちょっとこちらも今回切ってみたんですよね、うん、そう組み立てると、もう打てないでしょうね、この辺はね、そうですね、はい、もう割り切って、ね、それは仕方ない、はい、行きました、はい、では黒三角、あ、黒三角はね、ベンジェンスと、はい、まあ、これもあの京都の馬場で重賞勝ってると、うん、この時の、ね、宮古ステークスね、先ほどの、ね、はい、まあ、多分に恵まれたところはあったかもしれないけどね、まあ、それこそそのインティースマハマが粘るところに突っ込んでくる1番手はこのベンジェンスじゃないかなと、うん、はい、まあ、これを見て3番手と、はい、で4番手が、キングズガードと、うん、はい、これであの差し馬を、ね、前持ってきたわけですね、そうですね、3番手ね、はい、まあ、ベンジェンスはね、僕は対抗印ですよね、うん、やっぱりあの左回りはね、この馬ちょっと経験が少ないんでね、うん、その点でチャンピオンズカップはちょっとね、伸びあくねた感じもありましたよね、まあ、この重賞勝ちがある京都の1008で、うん、まあ、十分ね、前進は可能かなというところですね、うん、あと、まあ、キングズガードはね、これ左回りでしたらちょっとね、左にこう行く面があるんですよね、うん、あの右回りの方が競馬スムーズにできると思いますんで、まあ、本当にこう展開がね、速くなったらね、もう宮古ステークスのような強烈な足を使ってくる可能性はあるんじゃないかなと見ていきます、はいはい、あとは、うん、あとは、まあ、あくまで抑えで、うん、ちょっと前走大敗は気になるけども、エアールマスと、抑え馬と、うん、そしてアングライベント、はい、ミルコ・デムーロ、久しぶりですね、こう関西圏ね、うん、そうですね、最近、なんか中華もね、ね、東京行ってましたけどね、非常に今年調子がいいんで、はい、ミルコ・デムーロのこのアングライベント、はい、まあ、ここまでですね、はい、まあ、AR はですね、これ僕も、ね、二重三角を打ったんですけれども、やっぱりね、こちらも展開が大きな鍵を握るタイプですよね、ちょっとあの砂をかぶるとね、やっぱり前走みたいに脆い面もありますんで、うん、まあ、枠はね、まあ、真ん中のぐらいなんでね、そう悪くはないと思いますし、うん、まあね、まあ、まあ、スマハマとインティに生かして、まあ、3番手ぐらいをね、外目ですんなりといけたら、本当にこの2走前にウズマサステークス、これ非常に強かったですからね、ああいう競馬ができたら重賞でも本当にね、楽しみかなというところですよね、まあ、うん、まあ、ね、各馬一長一短があって、うんうんうん、まあ、見る方にして面白いレースには間違いないですね。展開を読むのもね、うん、なかなか面白いレースと思うんですけれども、まあ、あの僕か青ちゃんの予想が当たることをね、はい、願ってますので、はい、まあ、一応ちょっと僕の本命までちょっと喋ってなかったんで、ああ、そう言ったんですけども、あの1番ね、モーズアトラクション取ったんですけれども、はい、まあ、こちら本当にやっぱ展開がハマると見ていったんですけれどもね、うん、あと、まあ、やっぱりね、ここ2層に比べてね、今回中間攻めも強化できているんですよね、うん、まあ、その点で上積みあると思いますし、まあ、エルムステークスの、ね、時ほどの迫力はなかった気もするんですけれどもね、まあ、状態上がってると思いますんで、まあね、あのここ2層のような惨敗はないんではないかなと思っております。やはりもうエルムステークス重賞を勝ってるというのはモズアトラクションにとっては、はい、いい材料ですね。実績は本当に、ね、上位といってもいい馬なんでね、はいはい、元も展開一つで十分上位タイトルが、ね、あるかなというところですね。まあ、ということで、まあ、ちょっとね、買い目の方はね、ちょっと CM の後で発表したいなと思います。コンビニ、スーパーで競馬ブックプリント、はい、ということでね、買い目なんですけれども、まあ、その前にということなんですけれどもね、はい、ちょっと東海ステークスでこれ日曜のメインなんでね、うん、ちょっとそれまでに資金稼ぎのね、レースをちょっと天野さんから紹介してもらえるということですね。まあ、せっかくですんで、はい、ぜひ皆さんに、土曜日の小倉6レース、うん、渋いはい、渋いですよ、1勝級のダート1007牝馬限定のレースなんですけど、はい、ここの1枠1番ジュリア・ビーナスという馬ですね、うん、まあ、前走6着に負けてしまったんですけれども、まあ、やはりあの好意でレースするよりは鼻を切った方がこの馬にはいいでしょうね。今回陣営も何が何でも鼻を主張するとということは、もう今の小倉の馬場も味方してくれそうですし、うん、1枠1番ですし、そして3キロ減ダンの騎士と、うん、もう全ていい方に回ってますね、はい、相手は6番、5番、2番、当番、この4頭への馬連とワイドで狙ってみたいと思います、はい、この辺がね、はい、当たると
また資金ができて楽になりますね。楽しいですけどね。ね、はい、ね、はい、まあ、ということで、ね、じゃあ次は東海ステークスの解明をお願いします。はい、ちょっと平凡ですけれども、13番インティからの生まれ、本戦が4番、スマハマ、そして15番ベンジェンスで、14番キングズガードと抑えで7番エアールマス、3番ハングライベント、この5点に絞ってみました。はい、分かりました。私はね、1番のモズアトラクションからですね、まあ、相手がね、15番のベンジェンス、14番のキングズガード、7番のエアールマス、3番のアングライフェン、12番のヒストリーメーカーですね。僕はちょっとあの馬連とね、3連複の、まあ、2本立てで行ってみたいなと思います。まあ、ということで、まあ、三条会社も続きますけれどもね、バチッと設けて、そうですね、新年会なんかね、したいところですね、したいところですね、競馬の帰りにね、はい、はい、では頑張ってください、はい、ありがとうございました。失礼しました。